ね。なんや広場でや、あの倉庫のところで。最近な、なんか心霊スポットやなんや言うて、あの騒いとるバカだるどもがおる言うから、先生調査行ったら。お前らか。どこの部活のやつや思って担いでたら思ってる。あ、恥ずかしいよ、先生。投げ方に置いて帰ったな、先生のこと、お前。ちょくちょうバケおったっちゅうね、お前。あ、おい、ちょんの。すいません。してること。すいません。何やねんやろ。で、君も君や、うん、なあ、そんな初対面で追いかけてきて、お前失礼やろ。嘘だろー。怖いっちゅうね、先生が。なあ、なんでお前みたいなホラーなキャラ、ホラーキャラがおる。ダメよ、それじゃチーム良くなら。まあ、あの、4人とも明日から走り込みね。なる。オッケー。はい。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。その通りじゃピピピはあかんやろ。うん、なんかサイズ間違えてこと、あ、これやん。新品のやつ貸してるわ。はいはいはい、しっかり振れよ。お前らはあんまりもう覇気がない。ああ、正気が足りない、正気が。なるほど。乾杯。よし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 。いや、ほんまそれやん。いや、なマジ、うん、マジそう、マジでそう。でも野球部楽しそうやけど。なんも楽しくないな。何も楽しくない。マジで終わってんだよ、監督不在で。ほんま楽しくない。ちょっと自分が金やからさ、全員打ち合わせ。そうそうそう、ガチガチガチ。絶対全員やねんって、もう連帯責任でさ、ほんま。あ、先生様来られました。え、おい、誰や誰や、おい、すいません、うそ、すいません、申し訳ない。いや、せっかくの前で、お友達が今ちょっとお仕事でね。え、ちょっと、これ、いい。はい、じゃあ、ほら、皆さんお綺麗で、どうも、どうも、どうも。みんな可愛いよな。え、可愛い。あ、マジで可愛い。そうそうそう。可愛い。綺麗、綺麗。もう3人もイケイケやん。いい、いや、そんなにいいよ。マジで。あ、よりはいつから仲いいの、これ。でもさ、やっぱりさ、野球部ってモテるんじゃん。全然、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 1年生。1年、最初のクラス、そう、一緒やったの。いいな、それ。それ一番いいやつやね、最初の仲いいって。そうなん。ガチで彼氏もあるの？ないよ。ほんまに？いや、ほんまに怪しい。いや、これ怪しいね。これ怪しい。めっちゃ急いよ。じゃあさ、どんな人がタイプなの？はい、聞いちゃいましょう、聞いちゃいましょう、聞いちゃいましょう。クイズにしていい？いやいやいや、いいね、いいね、いいね。じゃあ、はい、私のタイプはどんな人でしょう？はい、どんな人？はい、はい、ひなくん。多分やけど、背高い人好きそう。正解です。おぉ、ほんまに？え、ちょっと10もあるじゃん。10あるじゃん。でも微妙。ちょっと待てよ、ちょっと。はい、ちょっと待って。はい、どんな人好きそう？はい、もう絶対優しい人が好きそう。うん、わかるよ、絶対そう。あ、優しい人っぽい感じ。正解。すげえ、すげえ、一発やろ、これ。やるな。おぉ、すごい。え、そんな感じするよね。誰が一番優しい？え、こんなか、こんなか。いや、俺は、俺は、絶対、お前ら、お前ら、絶対、もう、日野たちは絶対、俺、俺、全然俺、全然俺、マジ俺、全然俺、全然俺、一回読んだら、ちょっとこの中の男で誰が一番タイプか決めて、女の子一人ずつ、それやる。うん。でも、3人とも優しそう。まあまあ、そうやな。優しそう。そうやな。
てかさ、相性や。この男の中で誰が一番タイプか。おお、やりたいやりたいやりたい。これもや、な、こんなな、いびつになられてや。お前らな、ここ来たての頃や、4月1日の4月の頃。こんな置き方するな、まだ先輩の名前わからへん。監督ともよう喋ったことない、そんな時期にこんな受け方するな、お前、これお前しないです。じゃあなんで今やっとんねん、お前らこれ。はい、きちんとここや、きれいにやるんちゃうか、こうやってな、やっとってやろ、最初は。はい、何今やっとらへん、結構ちぎりやろ。おい、お前ら、先輩らめ。あ、俺、あ、はい、はい、はい。お前らどう思うねん、この状況で。こいつら見て。はい。どう思うねん。なんで外出てこん、ここで。いや。え？いや、1年がなんで怒られてるか僕ら、わからないんで。ほんなら、なんでそれ見ちょるやつがおらんねん、お前らの中で。終わりな。お前らそこでね、ちんたらちんたら練習始まるの待ってたやろ。なる。1年がしっかりと気緩んでないか見とるやつがなんでおらん、このチームに。な。しっかりとお前できとるんかな、思って目光らせてる先輩がなんで俺聞いとんねん、なんで俺な、見てなかったええの、先輩が。もう使うからええの、これは。いや待っといてええの、お前らは。いやもうどうでもええやろ、お前ら。な、もう連敗どうでもええやろ、お前ら。いえ、いえ、いえやろって。いえ、どうでもええやろ、連敗。いえ、そうは思え、これを見てる先生は。この状況で。お前らちょっと集合せ、1年。はい、はい。お前らでやっとけ、練習。はい、おや、え、ちょっと関西な、そうや、あいつの不機嫌でさ言ってるけど、マジ気象ちょくちょこられてる、やめてたらあいつはクソじじが。おお、やっとった。やっと。ちょっとなんか、やっとつまらないな。かわいそう。しょうがない。おお、おお。お疲れ。大丈夫だった。どうしたどうした。怒られた。大丈夫だった。僕らからちょっと言いたいことあって、今日の朝からちょっと準備で怒られて、緩い空気を持ち込んでしまって本当に申し訳ございませんでした。どうしたの。そんなんあと来週の1年生の練習試合日、先輩方はオフの日やったと思うんですけど、応援に来てほしいです。暇すぎ、お願いします。お願いします。ちょっと待って、なんで俺らやねんって。なんで意味わからんやん。1年の練習試合やろ、試合やろ。いや、なんで俺らがいい。監督に言われました。マジうざすぎや、うるすぎや。あともう一個あるんですけど、今から先輩方も含めて全員で PPP です。今すぎ。膝に手よくない。なるほど。立て。
夕方の一年坊主、先輩方が優しくて。こいつめ付き合ってくれるみたい。黙れ。監督とか、先輩に対する態度、もしかしたら改めて、当たり前のことは当たり前にやらなあかんし、練習前にこんなんしょうもないやん。こんな集まり方させるのやめても。はい、すいません。誰監督に LINE ポコッと送ったの？ダラ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 。ダラダラ。今のチームを見ちょると無駄なことが多い。無駄を削る、とことん削る強いチームをやっちょるよ。やる？そうだな。夜中に携帯ゲームしてる暇があったらバット振る。準備にしてもプレーにしてもどんどん無駄なことを削っていくや。そういうチームを目指していきましょう。わかりますか？ね、はい、曲がってる。はい、はい、はい、分かります。分かる。はい、どういうことがある？無駄なこと消してるみたいな。言うてみ。無駄なミーティング時間を減らします。どうなったんだろう。やっぱりやっぱりちゃんと言うたっけ。言いました。指導したっけ。ショートだけやね。こういうね、間違いをしちょるやつがおったらお前らで指摘せんか。一年同士でも、間違いを間違いのまま進めたらいけん。間違いがあったら指摘し合う。それがいいチーム。そういうチームを作ってやっていこう。分かるか？はい、はい。そんでね、夜中に携帯ゲームのラインポンポコをやっとるやつ。ダダダダル。なんで先生がこんな思いにこんなこと言わながらいちいち。お前が先輩になったんやったら先生の代わりになって伝えなあかんの違うの？意思を引き継いで。違うかい？そうです。先生の立場になってお前が指導する。そうやって組織はお前動いていくのよ。はい。しかしそういう発言をしないさ。はい、先生の代わりになって言うってことですか？うん、分かりました。お前らラインポンポン。すいません、あいつらが。いや、今のお前や。OK。 ほんなら、それぞれ打ち損じた回数、発表していってください。奥から。はい、09です。09。はい、 OK し、はい、僕も09です。09。はい、 OKOKOK、 はい、09です。09。はい、はい、09です。09、もういけてんな。みんな09やな。あ、ダブ、どうした？試合さん、218球です。嘘だろー。ダララ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 ラ。どうだ？ほんない。他はみんなゼロやな。ゼロやな。オッケー。ほんなら、全員で258球、ボール2球、ボール3にな。謝って終わろうか。はい、ほんなら、まず片付けろ。なるなる。ボールさーん！今年1年、すいませんでした！すいませんでした！
今年1年すいませんでした。さてじゃあ、どうぞ。ボルさん、今年1年すいませんでした。すいませんでした。オッケー、お前らやっとけ。先生もちょっと行かなあかんから、行くけども、しっかりと最後まで謝っとけよ。オッケー、はい、やんな、しっかりな、はい、よいよとしよう。ありがとうございました。ボルさん、今年1年すいませんでした。すいませんでした。ボールさん、今年1年すいませんでした。そしてしょうボールさん、今年1年すいませんでした。そしてしょう。これが現状、このチームだ。もう全部しっかりと考え直さなあかん。範囲をしっかり考えて、うん、でもお前らのせいよ、正直言うけど。なるなる。お前らみたいな緩い空気な、落ち込んどんねん、チームが。お前らが最初サポート組やったわけやろ。そっからしっかりやらんかいや。あ、先生、お前も入れてて、まあ、全員でちょっと一回話し合い、反省会しろ。範囲をしっかりと考えろ、ね、なんで負けたのかしっかり考える。サポート組が仕切って、うん、もう特に応援の、うん、反省会、うん、選手もちょっとな、参加しててくれ、うん、はい、行こうか。はい、行かよう。では今からサポート組の反省会を行います。お願いします。やっぱり僕たちサポート組ももっと試合前の空気作りからできたかなと。声でも相手の応援に負けてしまっているところがありました。応援のせいやと思います。あとピッチャーの藤田が初回12失点。なる。バッティングは悪くないね。チーム21安打、点数も9点入れてる。あとピッチャーの藤田が初回12失点。なるなる。やっぱり応援のせいやな、それは。なるなるなる。応援負けてたかな。うん、向こうの応援は最初からすっごい盛り上がってた。なるなる。それに比べてこっちの応援は中だるみもあったし、もっと盛り上げれたと思う。応援で負けへんように頑張っていきましょう。以上です。あとピッチャーの藤田が初回12失点です。なるなる。負けたんで今から応援組も入れて全員地獄のノックみたいです。なる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 。やるぞー、チュナー、ゲータいいねだ。お願いします。きついって。おや、なる。お願いします。はい。何や、やマジでやばいな。金山さんさ、パンとかつねりとかさ、マジでやめてほしいんやけど。いや、あれやばいな。俺もさ、先のジュース買ってこいって言われて、焼き野とか言ってたからさ、後でいいですかって言ったら、今息でつむぎつねてくんで、やっぱ痛いしさ、思んないしさ、なんか楽しんでるか分からんけどさ、たったに気分痛いじゃないの。なんかさ、フレンドリー感出してきてるやん、あれ、いつも上みたいな感じで。なんか、ただ暴力じゃん。マジで、ほんまそれなの。ほんまにやめてほしい、マジで。スタンドバカなんじゃん。だって言うよ。なる。もうお前だけが頼りやからさ。うん、もうなんかあったらすぐ相談するか。ありがとう。
豆箱系。え？意志のない人形系。なる。え？何が？あんなやられて悔しくない？悔しいっていうか、まだやったらどうせやり返されるやん、すぐに。いやいや、関係ないって。行かな。え？行く？俺やったらやり返すけど。え、行く？あいた、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 あいた。こら、お前、昼飯こうでこい言うて。お前、なんで昼飯しいたけやねん。バカじゃん。バカか、お前。おいしいっすよ。お前、こんなん一人で食えよんか。お前、どうせ責任取んねん、これ。なあ、どないすんねん。わかりました。今回の件は深く受け止め、この場にいる1年生全員3人で次に連帯責任取ります。あれすいませんでした。